石田クリーニングペガサスランドにやってまいりました。はい、24時間無人受付クリーニング、非接触で安心、感染防止、なんと3月中旬オープンです。それではクリーニングを出してみましょう。早速使ってみます。まずは、あ、そうですね、ここは左に入って左がクリーニング、そして右手がコインランドリーになってます。たくさん機械を置いてますね。大きさも様々で、最大で40キロ、結構布団いっぱい入りますよ。で、いけませんね、はい、で大きいテーブルもありますので、乾燥できたものはここでしっかり挟むこともできます。そして、クリーニングは、8時になったら、平日8時になったらここがシャッター閉まります。で、24時間ボックスっていうのがここに設置してあります。で、実際入れてみるんですけれど、まずはカードを作ってもらいます。お店が開いてる時間にカードを作ってもらって、24時間ボックス専用のバッグを購入してもらいます。これ500円になっております。550円ですね、消費税も。550円で購入してもらいます。で、これで預けるのと返却っていうのをやっております。なので安心できますよね。しっかりファスナーもついてますので安心です。そして、出す時の料金なんですが、カードの方にポイントを入れてもらいます。で、ポイントの方は受付が空いている時間にポイント、現金でポイントを入れてもらうという形になっております。じゃあ実際やってみますね。ここ画面にタッチしてくださいっていうところを押します。で、ご利用開始を押します。で、預けるのでお預け。で、カードを矢印の方向に、カードこのままこういう風に矢印ありますので、ここに入れ込んでゆっくりやるとカチッと言いますので、クリーニングの投入入り口ここを開けます。そしてクリーニング入れます。そして閉めるだけ。そしたら伝票が出てきます。クリーニングのお預かり伝票になってます。何月何日何時っていう風に書いてますので簡単です。いきますよ。取りに来ました。取りに来る時もこの画面にタッチします。はい、でカード番号の番号ができてますよってなってるんで、私の洗濯物ができてます、クリーニングするものができてますので取りに来ます。ご利用開始をします。で、お引き取りを押します。で、また最初の受付お預かりと一緒のようにカードを入れ込んで下に、で、お引き取りを押します。そうするとランプがついているところに行ったら、自分のところはランプがついてます。を開けてもらうと自分のところだけ光ってます。自分のところだけ開きます。他のところは開きません。一切これを取ります。で、下げて閉める。出来上がってます。で、終了ボタンを押します。ご利用ありがとうございました。